別に語り部なんてやりたくないし、だいたい今日だってエステルも来るって言うから仕方なくここに来たのよ。ここになのにいないじゃない。あんた司会でしょ、きっちり説明しなさいよ。エステルちゃんは昨日だけだぜ。日付間違えたんじゃないの。なんですって、ありえないわ。昨日だけとかうちのエステル酒じゃないわよ。バンダイナムコゲームスの、やめてやめて。でもしかしあれだね、仲良しだね、リータちゃんとエステルちゃんね。別にそんなじゃないわよ。出たー、リータちゃんのツンデレ、かわいい。これが本で読んだツンデレというものか。なかなか興味深いな。皆様どんな本読んでんの。てかあんたアスベルじゃないって分かった瞬間それなのね。態度変わりすぎ。違うわ。あなただってエステルに会いたくて来たって言ってたじゃない。違うわよ。じゃあエステルが一番好きだけど2番目